日清工場レトロ電車館前に置かれたシールドマシンのモニュメント地図日清工場は愛知県日清市浅田町笹原30にある名古屋市交通局の鉄道工場である名古屋市営地下鉄の車両の整備を担当する工場敷地は赤池駅の東に広がり敷地内にはレトロ電車館がある工場内は見学可能広さは 約13万2000平方メートルで、名古屋市営地下鉄では、最大で320両の留置が可能である。鶴舞線の車両の日常検査、ガツ検査、列車検査、重要部検査、全般検査を行っているほか、桜通線の車両の検査なども行う。桜通線の車両は、鶴舞線と接続する丸の内駅に設置された連絡線を介して、 鶴舞線経由で改装される。桜通専用の車両は東稿場に2編成常時、留置されており、検査や乗務員訓練などに使われている。カミリーダ専用の7000型も、名目上は東稿場のところ属だが、実際は、名古屋鉄道の犬山検査場に委託され、重要部検査や全般検査についても、同社の前儀検査場で実施されている。なお、同型を、 犬山検車場と東工場の間で改装する場合は、名鉄犬山線と鶴舞線を経由することになる。工場内には、名古屋市営地下鉄唯一のディーゼル機関車があったが、老朽化に伴い2016年に廃車された。この機関車は、工場内の入れ替えなどに使用されていた。1978年10月1日の鶴舞線、 ヤコと赤い鉄管延伸に先立つ1978年4月1日に開設された。名古屋市交通局、名古屋の地下鉄、メモリアル50市営地下鉄、開業50周年記念名古屋市交通局、2008年。車席がないが、DD351 の番号が与えられている。名古屋市交通局、市営交通70年の歩み名古屋市交通局、 1992年、ありがとうございます。